ケビン・ベジ・スティックは、オランダ王国南ホラント州ドルトレヒト出身の野球選手、ウトウミギウチ。現在は、オランダ国内リーグである夫婦とクラッセのエルワンド、ディ・アムステルダム・パイレーツに所属している。2004年に、オランダのジュニア最優秀投手に選ばれ、2005年5月21日に夫婦とクラッセのドア、ネプチューンズでデビューした。2008年には7勝1敗。 防御率1.48の高成績を記録。また、18歳以下限定の AAA 世界野球選手権大会のオランダ代表に選出された。2009年に、レオン・ボイドがマイナーリーグに移籍したため、チームの中心投手となる。また、年齢制限のないワールドポートトーナメントで、オランダ代表デビューを果たす。2013年に、L、L&D アムステルダムパイレーツに移籍した。 2013年には第3回ワールドベースボールクラシックのオランダ代表に選出された。2014年9月2日に第1回フランス国際野球大会のオランダ代表に選出された。同大会でオランダ代表は初代優勝国となった。フランス国際大会終了後の12日に今度は第33回ヨーロッパ野球選手権大会のオランダ代表に選出された。 同大会では、オランダ代表が、大会の記録である時刻の20回の優勝を、塗り替える3大会ぶり21度目の優勝を果たした。2015年2月17日に、グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、欧州代表の欧州代表に選出された。ただ、登板していない。4月13日に、第15回ワールドポートトーナメントと、第1回、 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手に選出されたことが発表された。6月30日に第15回ワールドポートトーナメントのオランダ代表に選出された。オフの10月12日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表候補選手36名に選出され、10月20日に第1回 WBSC プレミア12のオランダ代表選手28名に選出された。2017年開幕前の2月7日に同年のアメリカ遠征のオランダ代表に選出された。2月9日に第4回 WBC のオランダ代表に指名投手枠で選出された。オフの10月13日にイタリア代表との親善試合であるヨーロピアンベースボールシリーズのオランダ代表に 選出された。ABC ケビンハイジャステックでネダーロンドッサホンクボールサイト2013トーナメントロスターザオフィシャルサイトオブワールドベースボールクラシック2015年3月20カ閲覧ロジャーバーナデナインエイケーセレクティネダーランドでネダーロンドッサホンクボールサイト2015年3月20カ閲覧ネダーランドウィント フランスインターナショナルベースボールトーナメント、KNBSB2015 年3月20日閲覧オネイダーランズホンクボールティムオパンと EK テゲン、クローティー、ザ・ロイヤル・ダッチ・ベースボールソフトボール・アソシエーション、オフィシャルサイト2015年3月20日閲覧、ネザーランズ2014ヨーロピアン・ベースボールチャンピオン、欧州野球連盟公式サイト2015年3月20日、閲覧欧州代表が、 選手発表。NPB 所属の2選手も、招集侍ジャパンオフィシャルサピット2015年2月18日閲覧。ヨーロッパ VS ジャパンロスターツアンウンスト、シックススパンサース、ヨーロッパーズオフィシャルアウトフィッターコンフェデレーションオブ、エウロペアンベースボールに2015年2月18日閲覧。 レオノー・ラインボア・セレクティバン・ア・ラニア・ KNBSB2015 年4月26日閲覧。スティーブ・ジャンセン・マクト・セレクティボア・ WPT ・ビケンド。KNBSB2015 年8月1日閲覧。バーナデナ・ EN ・ジョーンズ・イン・セレクティボア・プルミエ12で。ネダー・ロン・ドスサ・ホンク・ボール・サイト2015年10月20日閲覧。デファナティブ・セレクティ・キングダム・オブ・ザ・ネザ・ーランズ・ボアで。 プルミエ 12KNBSB2015 年10月20日閲覧、セレクティコンネンクラウシュスティームボーアトレーニングスキャンプ、アリゾナホンクボールサイト、ホンクバルンダブリュスアイトネダーランド2017年3月7日、閲覧、TNF。ドクリサースインデファナティブ WBC、セレクティホンクボールサイト、ホンクバルンダブリュスアイトネダーランド2017年3月3日、閲覧。 アプンバーシレンドデブ探偵インコンネンクラウシュスティームホンクボールサイトホンクバレンダブディスアイトネダーランド2017年10月22日閲覧ありがとうございます